マルスピラミは1952年にベルギーの漫画家アンドレ・フランカンにより作られた想像上の動物である超人的な力と非常に長く便利な尻尾を持っている初登場はバンドデシネシス・スピルーの1952年1月31日号マルスピラミはブラジルのエルソンブレロ火山地帯のパロンビージャングルに生息するが その姿は滅多に見ることができない。体長およそ1メートル。猿のような姿をしているが、体は黄色く黒い反転を持つ。一万一の場合は、体色を黒に変えることができる。物を掴むことができる長い尻尾を持つが、メスのマルスピラミはオスよりも尻尾が短い。尻尾は、基本的に移動手段として使用され、ものすごいスピードで木とこの間を移動することを可能に、している。 また、時には、バネのように、時には、タイヤのように使用することができ、様々なものによじ登ることも可能である。マルスピラミはこの尻尾を利用して、木の頂上に登り、周りを見渡すことがある。また、この尻尾は、マルスピラミの最大の武器でもあり、その威力は、尻尾で殴ることによって捕獲者たちを動けなくさせて、しまうほどである。 マルスピラミはこの尻尾を利用して魚を釣ったり、ブランコなどで遊んだり、求愛行動をする。1992年にディズニーのアニメ枠 EN、ロートを投げで放送され、1993年に放送元である CBS で独立したシリーズが放送された。このシリーズでは本来原作には登場しないはずのゴリラなどが登場した。また、これとは別に二千年から、 フランスのマラソンアニメーション制作のテレビアニメが3シーズンにわたって放送されている。ありがとうございます。